ちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。 A 列車で行こうない、ライブ配信始めていこうと思います。今回も、前回の続きです。路線バスを作っていきます。ここですね、ここの区間の路線バスを、延長していきます。駅間のバスですね。行こうと思います。ここに、バスの車庫を作るってことになるのかな。こっちが、どっちが 東西だっけ。北だよな。そうですね、こっちが北口で、こっちが北側なんで、こっちが南口。はい、ということで、チャット欄にアドレス、ぜひ記載してますので、ぜひ、ご覧ください。よろしければチャンネル登録、動画の高評価などもお願いいたします。開けたい。Google スプレッドシートか。Google スプレッドシートを開けて AQ の運行表で、そこでバスということで。まずはこの中間をつなぐバスを作らないとダメですね。
230と231。1時間半で寝る。これなんですが、こっちの方が結構でかいからな、バスをどこに置くかなんですよね。一方南口と北口は両方あるからな、こっちは。まあでもとりあえずここに置くか。双子の裏駅に寄って。まずは1本だけですね、このバス走らせるのは。北口へ。南口は将来的にここの区域を、この高速もあるから開発し方は難しいけど、ここの区域を開発した時にどうするかっていう。1本だけ。博物館はちょっとあっさりだな。鉄道の保存場所っていろいろあるじゃないですか。一般的に多いのは鉄道博物館なんですが、鉄道博物館とか鉄道資料館とか、場所ってどこだろう。例えば近畿だけ見てみると、いや、それ組織だったところがいいんだよな。例えば大阪だと、展示館とかか、展示館じゃないよな。あ、交通公園とかあるんだ。展示館、交通公園。
交通公園かな。あと資料館も兼ねてるスペースもありますね。結構有名だったら鉄道公園だし、博物館とかかな。あと鉄道工場に兼ねてる施設もあるけど、あんまり最近保存されてないよな。解体されてる施設とか多いよな。あと記念館とかさ、じゃあこうしましょう。次はちょっとこの2つは で、猫や。でかな。
で、ここにつながっていくわけだけど、沖田の小野浦だよな。高尾浦じゃなくて畑尾の浦だな。で、さらにここの道で駅、あ、一応バス停あるんだ。来てますね。折り返しの便ですね。まあ、難しいのは鉄道じゃないところを行き間が結構長いじゃないですか、ここって。ただバスって結構、結構相手はいるけど、やっぱり詰まっちゃうんですよね。トラックも用意しないといけないし、そういうとこがまあ難しいとこで、ここまで黄色いするかだけど、まあ、ここまでかな。ここまで黄色いした方がいいか。何時から何時まで運行するかだけど、そんなに多くは走らせたくないですね。まずまあ一本の目が長いっていうのもあるしな。でもここは早く出発ですよね。5時半には出ないといけない。
から5時半から5時25分か19時55分かな、20時25分でもいいかもな。もう15時間最悪の場合、これでいいかな。信号も設定しときましょう。今のところはかな。10時を作ってもいい、いいとかいいんですよね。今10時にしとくか。
高速道路もあるんだよね。まあまあ難しいところ。この直前にあるのはちょっと失敗だったかな。ランプが多いな。ミナトは。ミナト、まあ、あるとか。なんだ。あの工房だ。ガスタンクもいいですね。視界的に。これはちょっとでかい。恐竜場もでかいな。何？でかいなぁ。この辺を作れるようになれば。なんだろうこれ。ちょっと作っとこう。クリタカヤだ。まあ一応バイオプラントの一つって見えるんじゃないかな。この先まあ延長してくるかもしれない。おっとすごいね。があるまあそれはともかくこれは何かな。まあ、ここはこうしてるから。抜けてますよね。
で、ここが、もう直線、前線とか。これ、コピーで、あ、全交差点適用しちゃうんだ。コピーペーストだけあればよかったのに。火の鳥がいますね。これは、こんな感じかな。で、ここは、10分停車して折り返しってことになります。とりあえず、そうだな、バス止めて、配置してみて、1億どのぐらいかかるかを見てみよう。16時10分に確かに出発しますよね。で、左へ行く。あそこで赤で引っかかっちゃう。16時36分。まあ、運悪かったですよね、これは。で、左へ行って、3分停車で16時50分かな。すぐですね。で、ここから先は左へ曲がって、17時18分か。17時42分かな。ちょうどリニアの
高架下をくぐっていきます。8時11分か。で、ここで折り返しですね。18時半31分。2時間20分余りってことか。お、331さんが展示されております。18時45分。そして、停車が19時7分ぐらい。そうですね、19時7分の19時10分発。時間もかかってないと思うから、やっぱバスだと2時間大片道でかかるから、バスで効率悪いですよね。右だよな。さにまっすぐだよな。19時42分。1時間ちょうどしか経ってないんですよね。意外とバス早いかも。右に曲がります。で、20時7分ですね。あ、でもこれは本来なら20時10分に出るんですけど、出れないですね。4時間か。帰りは1時間半です。2時間21分かかってない。帰りは1時間40分弱でついてるから。
パスって本当ダイヤ読めないな。4時間ですよね。でも本当に4時間で往復できるかわからんな。4時間としたら、これ14時間半じゃないですか。4往復か。14時間半って4時間半、4時間半で3往復なんですよね。だから運が悪ければ、ダイヤが悪ければ、3往復来るケースもあるかもしれない。4往復寄りの3往復ですね、これは。まあ、とはいえ、信号の調整もできてるし、比較的、幹線道の直進も、多いから、大きくはずれないとは思うんですけどね。これで、一本目は成立ということで、これで、このバスは完了。次はここですね。環状線を結ぶべきか、工場へのバスを結ぶべきか。まあ、駅環状線かな？複雑な傾向を作りたくはないですよね。ここ行くと工場がこう行く、工場の直進ルートと外環状線ルートか、普通に考えると、あとこっち側のルートもいるよな。
まあ多分あ、まあ、これちょっともうちょっとこの蕎麦屋は何とかしたい。蕎麦屋撤去。なんでこう隣なんだ。しかし、資材が足りない。ガッツが足りないみたいな感じですね。仕方ない。ここで置いといて、ここもそうだ。置いといて、資材が足りないってやつですね。延長した方がいいんかな、わからんな、まだ。まあでも普通に延長した方がいいんだろうけどな。ここにいらんでしょ。駅前ならわかるけど、でも撤去。悪いとこにあるな。コンビニはやっぱりね、ロードサイドに置かないとダメですね。ダメだ。なんでだ。そうするとこうせざるを得なくなるんだよな。ちなみに資材置き場は全然これ資材置き場が皆無ない。工場がここにあるんですよね。ここにも工場があるんだけど、置き場をもうちょっと地下にこう増やしとこう。
車置きは地下に作るのが基本です。ただし将来的に地下鉄がいるようになったらまた考えますけどね。サイズがいらんかったらポケットして、こういう風に付くとこで、バス停を作ります。この状態で壊した、テンションか。この環状線はどっちに作った方がいいかな、北口なのか南口なのか悩むとこですが、北口と南口1本ずつかな。運通り？どうする？
口、基本的に北口から出て、時計回りでいきます。一応5分停車で直進ですね。ここ右だろうな。まあまあ中こんな感じ。でこれが曲がってるかな。ここも左で、ここ右か。で、まあ10分停車でもいいんですが、そう、北口だから、ここは5分停車じゃないわ。ここの発車時間をどうするかですよね。まあ、次に6時でいいと思う。6時5分かな。まあ5時55分でもいいか。5時55分から21時25分ということで、といえば、まあ、こんな感じかな。こんな感じです。
品町と、で、ここは、クロスするところですよね。だよな。
予定前とか言って予定しとこう。スペースを用意しときますが、高校ってどのぐらいのスペースあるんだっけ？公共施設ではなく、キャンパス、スポーツ公園があって、木造校舎があって、普通の学校だと80の80なんですよね。キャンパスだともうちょっとでかいな。まあ普通の無理ですよね今は。こんな風に方法を用意しときましょう。でもなんかもったいないかな。こっち側の方がいいような気がする。谷があって、南口があって、北口があって、牛田町あって、岩町あって、南口町があると。今1時42分だから こんな感じか。で、5時55分か21時25分です。
で、右で、これも両方まっすぐでいいんだよな。で、これも両方まっすぐでいいかな。これはまずいな。で、こうなるから。当然のごとく。
これでいいや。そしてここですね。では、ここの公園は右ですね。6時6分だな。で、6時9分のはず。
6時24分かな。声がありますね。いいですね。すごい来てますが、今は無視しましょう。これ10分停車になってる、まあ、良くない。で19分、これ南口へ使いました。でもタイミングが悪い、赤になっちゃってる。でここ5分停車です。50分か。外列車も来てますね。あれ？なんで右？あ、いや、これは左ですよね。待たされます。まあここ仕方ないですよね。優先順位じゃないから。ここは運が悪かった。そして8時22分に着
ックから8時25分に出るってことになります。つまり2時間半ですね、1往復。ちょっと実績です。10時37分、10時40分ということですか。つまり2往復目は2時間15分ってことですね。2時間ワーストケースに2時間半とか。となると、2時間半だと、2巡目で5時間だから、7周回ってことか。6周回で15時間だから、15時間半なんで運行時間が7周回ですね。じゃあ次、南口か。ここですよね。ここが、ここ5分停車にして、ここの発車時間が、どうするかやな、6時5分かな。21時35分ってことになりますね。で、直進だから、これでいいのか。
じゃあ行きますか。11時20分だよな。信号が運が悪い。12時？最高バスが来てます。運悪、なんかめちゃくちゃ運悪くない？結構運要素がでかいよな。あ、3分12時24分で、またまっすぐってことですよね。12時56分。北口へ向かっていきます。公園から入っていきますね。13時24分か。赤になっちゃって運が悪い。あっと、なんか運悪いな今回。まあ14時25分。14時35分だから3時間以上かかってんだ。
ついてないときはこういう感じですよね。まあ、2億目をちょっと見ていきましょうというか、南口なんだろうな。17時。35分だから3時間かかっちゃってんだよな。3時間、ワーストケースで3時間15分で、10時半だから3時間、うん、3時間から下手すれば3時間15分ってことになってしまってます。5往復だけど、下手すれば5往復ってことは考えられますね。ああ、3時間か。ということで。ここで上に上がってっていうところですよね。このバスは、まあでも行き間を結ぶバスって
正直どうなんかな。鉄道の駅が非常に不便な場所にある場合、町の本来の場所からは、どうしても、ね、スペースがいるんで、鉄道駅って、町の中からは外れた、町外れにどうしてもできちゃうんですよね。だから、鉄道の駅作るんだったら、もう駅中を作るしかないんですけど、それができない。となると、バスかな。バスの方がいいや。鉄道はちょっとなってなっちゃうんで。一個は進まないですよね。あ、やってきました。240に変えましょう。こちら環状バスになっております。南口かな？上に見えるのはリニアの。モーダルシフトもやらないとダメだな。あとバスは2回ぐらいかな。このバスの整備に関しては。
信号音結構分かれますよね。もう通過できたしな。はい、ということで、今回路線バスを走らせてみました。はい、駅間を結ぶバスと駅から循環するバスの2系統ですね。大きく分けて、2パターンですね。作ってみました。いかがだったでしょうか。次回もこのバスを作りますが、この駅の下が、この工場を結ぶ、縦の路線のバスを作っていきたいと思います。だよな、積み下ろし。
って、こっちを継ぎ戻しながら。はい。はい、ということで。これテレビ塔か。なんかさ、あ、ダメだ。10%は結構でかい。あ、ダメだな、まだ白いけどな。まだ月曜日だからな。
わからないかもしれないね。はい、ということで、今回ここまでにしましょう。見ていただいてありがとうございました。チャット欄ご覧ください。 Twitch、YouTube、旧 TwitterX のアカウント持っております。ぜひアカウントのフォロー、チャンネル登録、リポスト、いいねお願いいたします。 Please my Twitch channel アカウントフォロー please and my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタン please and TwitterX my アカウント please フォロー and リポスト and グッドボタン please。 そしてこの動画のアーカイブ2日後、15日21時頃にプレミア公開予定です。ぜひ YouTube でもご覧ください。This Live Archive My YouTube Channel Upload 2 Days After プレミアライブ。ということで、A 列車で行こう。ないライブ配信。お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。